見えてます？帰ってきました。一回携帯の電源まで切ってきた。今これで見えてなかったらもう私は諦める。今日見えるかな、見えないのかな、見えるかな。でもお帰りなさいって言ってるから見えてるのかな、どうなんでしょう。そこら辺は分かりません。一回携帯の電源まで切ったのにさ、人数は変わんないのすごいね。どういうことなんだろうこれ。大丈夫？でもどこまで話したかも忘れちゃったよ。どこから電波悪くなったか私分かんないからさ、正確に今のところ OK。 そう、一回 Wi-Fi 切ってちょっとダメそうだったから一回携帯の電源を切ってすぐ入れて、で一回設定開いて Wi-Fi のとこ開いて一回切ってまた入れた。そう、たまに電波悪くなっちゃうから、再販のとこからやっぱ説明した方がいいかな。明日の15時から明後日の12時正午までが再販が決まりました。こういううちフラグのやった、決まりました。で、決まったということで、ちょっとまあちょっと結構前ちょっと前の配信から私はセーラー服を着たいって言ってたんですけど、いつ着ようかなっていうお話をしようと思って。あ、ハートありがとうございます。ありがとう。いつ着ようかなと思ってちょっと迷い中なんですけど今。まあ愛知で一回来て東京でも一回着ときたい。まあコスプレじゃないですから、まだコスプレじゃないからね、まだ現役なんで一応。まあこういうのってセーラー服とかって、まあ、コスプレになったら着るものかもしれないけど、私はまああえて現役でも着る派なんで着させていただいて、着させてもろてっていう感じなんですけど、どうしようかな、何日にしようかな。ハートまたありがとうございます。ありがとう。あとクマ油揚げありがとう。油揚げありがとうございます。今日もいるよ、いつも横にいてくれる。ウェイ、はい、終わり、油揚げの時間終わりです。ということで、まあメモったんですけど、どうしようかな。でもなんか思うんですよね、私セーラー服ってやっぱスカート短いじゃないですか。だから2月とかだと寒いかなと思ったの。だから4月、あーでも悩む、どうしよう。3月21の幕張か4月3日4日の幕張で迷っちゃうけどさ、2日連続あるならさ、どっちか来れてどっちか来れないみたいな人もいるわけじゃないですか、もしかしたら。そしたらなんか申し訳なくない？ちょっと迷いますねこれは。迷う。あぶぶぶぶ。どう思います？その件について。すごい質問の仕方だけど。どう思いますか？セーラー服を買ってと頼みたいお父さんが帰ってきた。4月幕張行く。おっと、じゃあ4月にしようかな。
でもなんならだったら2日連続ある日に、例えば4月、まあ、3日4日あるんだったらどっちか着るってよりもなんかどっちも着た方がいいかなとは思うけど、どう思います？その辺、え、またかよって思わない？思わないかな。もうパパさんには買ってもらうしかないので、お母さんに頼んだらお父さんに頼んでって言われたもん。だからお父さんに頼むの。これはもう思わない？本当に？そう、買ってもらう前提なので、これはもし買わない、買ってくれないとなっても意地でも、これはもう私は意地でも買ってって言います。キラちゃん鳴き声する、かわいい。そう、なんか理想はそう、アイツスカイエキスポと、幕張で着たいのセーラー服を。でも幕張は3月21日だは1日だけだから、まあ、4月3日と4日にするか。セーラー服、幕張は4月3日と4日にセーラー服を着たいと思います。これは絶対です。もう買ってもらいます。お父さんに買ってもらいます。嫌って言われても買ってもらいます。もう譲らないです。これは4月の日程は全部着よう。やばくない？それはめっちゃもう毎日入学式みたいになっちゃうじゃん。ネタみたいになっちゃうから。スカイキスパはどうしようかしら。でも2月に着るのは絶対寒いと思う。上着着ちゃうと思うからちょっと良くないと思います。それは良くないと思います。で、私が今回その欲しいなと思った制服がなんかセーラー服っていうよりなんかちょっと茶色っぽいセーラー服みたいな、茶色っぽいちょっと外国みたいな制服なの。それが欲しいんですよね。まあ候補としてはなんか日本っぽい制服もいいなと思ったんですけど、あのちょっと茶色っぽいのもいいなと思ったのよ。どうする？どうします？めっちゃペンカチカチしちゃう。どうする？でも2月20、21は絶対寒いと思うんですよ。だって2月よ。この時期って寒くない？絶対凍えちゃうよ。じゃあ4月の24か25か5月の1日か2日。なんか2日連続、2